ケーレスは、イスラエル空軍の依頼によりアメリカ合衆国の、ジェネラルダイナミクスで1980年頃に、開発され、イスラエル空軍で運用された、自走式、ミサイルランチャーである。ケーレスは、エ m ムゼネラル製、M8095 トントラックの車体に、ジェネラルダイナミクス製のエイジム -78、スタンダード体、レーダーミサイルのイスラエル向け廉価版である。 パープルパンチの三連装ランチャーを搭載した車両で1973年の第四次中東戦争の戦訓に基づいて開発され、1982年のガリラヤの平和作戦で運用された。名称の系列はヘブライ語でフックを意味する語である。1973年の第四次中東戦争の初戦においてイスラエル空軍,軍はシリア軍、 エジプト軍に配備されたソ連製の地対空ミサイルシステムにより多数の航空機を失った。その後イスラエル空軍はアメリカ合衆国からエイジム -45、シュライク対レーダーミサイルの供与を受けこれらに対抗したが、エイジム -45 は空中発射の必要があり、発射する攻撃機自身が敵の攻撃の危険にさらされるのは避けられなかった。 イスラエル軍はこの問題に対応するため、1970年代、中頃にエイジム -45 を地上発射可能な自走式発射車,車両として、キルションを開発した。キルションは、スーパーシャーマンの車体にエイジム -45 の単走式ランチャーを搭載した車両で、搭載されるエイジム -45 には、地上からの飛翔を可能にしさらに、射程距離を延伸するために、 大型のロケットブースターを装着していた。しかしながら、エイジム -45 には、元々の射程距離が不十分なこと、また一発あたりの破壊力もあまり高くないという、問題があった。このため、開発元のアメリカ合衆国では、すでに後継機種、上位機種に相当する、エイジム -78 スタンダード体、レーダーミサイルの開発が行われ、実用化されていた。 アメリカ合衆国は1975年にエイジム -78 の導入をイスラエルに持ちかけたが導入には搭載する回 -4 戦闘機の電子システムをワイルドウィーゼル使用対応に回収する必要を伴うなど非常に高いコストがかかることからイスラエルは難色を示し最終的にパープルパンチ と名付けられたイスラエル空軍向け連価版エイジム -78 の導入が行われることとなった。パープルパンチは外見はエイジム -78 と同様であったが内部のシステムは簡略化されておりイスラエル空軍の海 -42E 及びキルジョンのような車両などからの地上発射も可能なものとなっていた。イスラエル空軍はパープルパンチの地上発射車,車両の開発についても エイジム -78 及びパープルパンチの開発元であるアメリカのジェネラルダイナミクスに依頼した。当初、キルションと同様にスーパーシャーマンの車体を用いる計画であったが、キルション開発時からさらに数年が経過し、老朽化したスーパーシャーマン系列の退役が始められていたことにより、車体には m 8 0 9五トントラックが使用された。このようにして完成した車両は、 ケーレスと名付けられ、1982年に、キルションと同じイスラエル空軍第153、大隊に配備された。ケーレスのミサイル発射機は、パトリオットミサイル発射機のようなコンテナ収納式になり、また三原装となっていた。1982年のガリラヤの平和作戦の際、北部のベッカー高原に展開していたシリア軍の地、対空ミサイルサイトへの攻撃作戦である。 モールクリケット19作戦にキルション及び、ケーレスを要する第153大隊が実戦投入され、戦果を上げたとされている。先に開発されていたキルションは1980年代に退役したが、ケーレスは採用後、約20年にわたって運用が続けられ、1990年代末頃に退役した。第153大隊は編成当初は、 パルマヒム空軍基地を拠点とし、後にラマトダビド空軍基地に移動したが、ケーレスの退役に伴い解散した。現在はレーダー波を探知し、発射源に突入して自爆攻撃を行う無人航空機 IAI ハーピーがキルショニアケーレスの任務を担っている。現在、イスラエル南部地区のハツエリム空軍基地に併設されているイスラエル空軍博物館に、 系列レスが展示されているが、この展示車両の車台は、本来の M8095 トントラックではなく、M352.5 トントラックとなっている。ありがとうございます。